さあそれでは香川ファイブアローズからメンバーをご紹介していきましょう。今スターターの5名がコートに入ってきています。背番号7番の筑波拓郎、12番アンガス・ブラント、15番谷口博樹、24番伊集高也、30番テレンス・ウッドベリーというメンバー、こちらがスターターの5名になっています。背番号24番の伊集は今シーズン初めてのスターターでのスピードを上げて伊集高也、ここはレイアップで決めていきます。筑波、ウッドベリー、ウッドベリーとマンガードのマッチアップ、ブラント、ここは通面ゲーム、ウッドベリーとブラントのコンビネーション、各選手シュートを打っていますが外れています。またここはスピードを上げてバウンズパス、ブラントに通ってダンクシュートです。藤高のマーク、イジュのスリーポイントはどうでしょう。決まりました。これで13点目、香川ファイブアローズ。もう一度外、スリーポイントでいった左45度からリバウンド、ブラント。今日はこのマッチアップはオトゥールがよく守っていますが、ここは決めていきました。飯田、ブラント、ここは今日オトゥールよく守っているんですが、ここはその上から剥がしていきました。最後はオトゥールのシュートでしたが落ちました。ウッドベリースリーポイントでいきました。飯田にパスが通って、飯田からスピードを上げて八代、シュート決まっています。残り1秒、ここはシュート出ませんでした。谷口が守っています。最後はフローターシュート、リバウンド飯田との争いですが、ここは香川が取っています。谷口、手前側から伊集のスリーポイント決まっています。ウッドベリーに合わせたところ、なんとかボールキープ、最後は決めています。テレンス・ウッドベリー、長いパス飯田に対して、ここはシュートを決めきりました。香川ファイブアローズがじわじわと迫ってきています。バウンズパス、ブラントに対してもう一度外からイジュのスリーポイント決まりました。さらに倒されてファールがあった。ここは中でそのままブラントが決めるかと思いましたが、外のイジュに合わせてスリーポイント。さあリースバーグが入っています。香川スピード上げて上らレイアップ、藤高ブロックに行きましたが、それをかいくぐってのシュート決まっています。遠いところリースバーグ、イジュ、ウッドベリー、果敢なゴールアタックからバンクショットです。リースバーグ左45度からスリーポイント決まりました。ボールはトング、ゴール下八代、先ほど足を痛めてちょっと引きずる感じもあったんです。スリーポイントは上ら、スリーポイント決まりました。右45度から上田純喜、リースバーグインサイド、ブラントで決めていきました。ここは速い攻め、つくば、最後はゴール下つくばで決めていきました。タイムアウトは奈良が取っています。起点差となりました。ここも速いパス回しから最後は背番号7番の筑波拓郎です。森田、リースバーグスリーポイント決まりました。点差が17点。ここも何かあっさりと決められてしまったような印象もあります。向こう側コーナーでボールをもらってトングに渡します。パスアウトからリースバーグスリーポイント、ここも連続かというところ、リングに嫌われましたが、最後は阿部がサポートに入っていました。森田、時間いっぱい使う、個人技から最後はミドルジャンパー、リバウンドまた阿部でした。最後は阿部、この得点も認められています。78点目。